こんにちは。ちょっと今ねラーメン食べに行ってきまして、とても美味しかったです。タイのなんかね出汁を取ったラーメンってことで、スープが透明でねむちゃくちゃ美味しかったんですよ。でそれをなぜ食べに行ったかっていうと、 Facebook で地域の美味しいお店を紹介している、そういうコーナーがあるんですけども、今朝その投稿があったんですよね。うわ美味しそうだなと思って1時間後にはもう食べてたというね、これがなんかねありがたい自由の貴重さかなと思いますけども、今回ですね野沢翔平さんを紹介しようと思います。野沢翔平さんっていうのはね、かつて山一証券破綻のニュースの時に記者会見の前に堂々と立ってですね、社員は悪くありませんと、どうか山一の社員を皆さんの会社で採用してあげてください、悪いのは経営陣ですから社員は悪くありませんっていうふうに全国にカメラの前で号泣したというね会見がありました。吉田さんが言われるように、昭和から平成に変わった時に小渕恵三さんがガッとね平成のいう縦幕を出した時も思うところがあったんですけども、実はねここにその時の記念品があります。令和というね、令和というこれを掲げる役ってのもなかなかないもんですけども、菅義偉総理ですね、前回まで菅総理のことをずっと喋っていたんですけども、やっぱりね時代の変わり目を世の中に知らせるっていうのも、なかなかの役割だなというところがあります。その野沢翔平さんの話戻しますと、やっぱりね社員の行く末が心配だったんですよね。社員1万人だかいたと思いますけども、全社員のことを考えて会社が潰れても人は潰れるわけにはいかない、まさに諦めたらそこで試合終了だよっていうふうな無責任なことを言ってる人がいましたけども、会社がなくなっても人生はみんな続くんですよね。だから全然試合終了にしてもらえないんですよ現実の社会は。でその中で会社はなくなって、もう自分は会長として社長として社員の面倒を見てあげられない、もう自分以外の人にお願いするしかない、この60代50代40代30代20代の社員のことを頼みますっていうことで、本当恥をかなぐり捨ててね、あそこで号泣会見できたのは大したもんだと思いますね。その覚悟がやっぱり人の人生を抱える会社の社長なんてねなれる人はあまりいないですしね、それから最近は結婚しない人も増えてきて、男性としてね家族を養っていくその大変さとかストレスとか不安にもう立ち向かっていく気がないっていうところが根底にあると思うんですよね。それはもう本当に人々の力量の話なんでどうしようもないと思いますけれども、でもそれに比べるとね安倍総理っていうのは1億2000万人以上の国民のことを考えて、しかも毎日のようにいやらしい書き込みとか YouTuber が安倍総理をねなんかすごい揶揄するような動画をいっぱい作ったりとかね、私もその一人だったと思いますけども、その中でさらされながらやっていくと、みんなに応援されてるんだったらまだしも反感を買いながらね攻撃を受けながら毎日やるわけですよ。しかも国会に行けば自民党以外の人は全員敵、いやいや自民党の中でも派閥争いがあって敵が多い、そんな中で一歩歩けば敵敵敵みたいな中でね、よくその重圧に、耐えかねることなく長い間ね総理をやったなと思いますよね。地区の町内会長だって1年だって嫌ですからねそう考えたら仕事とはいえね年間で4000万ぐらいですか給料としては、それは田舎の中小企業の親父の方が気楽に儲けてますよ。だから相当強い信念がなければできないのかなっていうことと、安倍さんはね生まれながらにしておじいちゃんが CIA ですから、おじいちゃんの頃から政治家一家で総理大臣以外の道が許されなかった方なんですよね。だから安倍総理がロックシンガーになろうと思ってもやっぱダメ当然ですけどね、それからね、何ですかねその他ね自分で自由に行きたい道は選べなかったということなんですよ。こんな言葉があるんですよ。政治家の家に生まれて政治家になるのに理由はいらない、政治家以外になることには理由が必要というね、つまり職業選択の自由がない、それが政治家に生まれた運命なのかもしれないですよね。特に安倍晋三総理は総理になること以外はあんまり期待されてなかったところがあるので、時にね普通の人である叩き上げの対照的な人格者としての菅義偉さんを羨ましいと思っていた節もあるそうですね。で菅総理は生まれながらにして政治家と、そしてカリスマとその思考力行動力を身につけた安倍さんを羨ましいと思っていて、お互いに羨ましいと思う存在だったらしいんですよね。で、野田翔平さんのことですけども、今どうしてるんでしょうねちょっと調べてみましょうか。野沢社長、その後、破綻から20年、社長号泣と解雇社員の今、特集されてますね。2022年2月18日に記事が上がってます。社員は悪くありませんと社長が涙ながらに訴えた姿が今も記憶に残っている人も多いと思います。あれから20年、どうなってるんでしょうか。先週末、都内にある集まりが開かれていました。どこのおじさんかと思ったら、何ですかね、なかなか出てこないですよね。あ、その人だったんですね。なるほど。今でも元気に何かをされてるみたいですね。で、山一証券の元社員の方もいろんなところで活躍しているということでございました。つまり会社はね、たまたまなくなってしまいましたけども、そこで働いていた社員の方っていうのは真に時代の流れに乗る力があった方で、真に証券を扱う力があった方なんで、よく言われることですけども、山一で勤め上げたんだったらどこに行ってもやれるよねっていうことだったらしいんですよ。ということでね、結構転職に成功して今でも第一線で働いているようですね。で、野沢翔平さんは79歳になっていまして、あっという間の20年だったと。振り返ってみると、あの涙の会見を悪く言う人もよく言う人もいるが、私はあれが自分でも恥ずかしくない。あの涙には2つあって、7割が社員のことで頭がいっぱい、3割は社長になって頑張ったけどダメだったという悔し涙。これわかるなぁ。いや、なんか吉田さんわかるでしょこれ。あの涙ね。会社って誰のものだとたまに言い続けている。株主のものだと必ず言うからバカたれと。会社は皆さんのものだ。会社は生きている時は社員が財産。そして続きがあります。続きがいかないな、なかなか。あ、なんか変なとこ飛んじゃいましたね。終わりですね。いいとこだったんですけどね。会社は法律上、建前上株主のものですが、会社はみんなのもの、まさに公益なんですよね。公のものなんですよね。その会社に関わってる人も関わってない人も、その会社に対して関わりがあるとみなされるということ、公益法人ということなんでしょうかね。いってらっしゃい。